アントニオ・デ・オリベイラ・サラザールは、ポルトガルの政治家、経済学者、大学教授として、名声を得て首相に就任後は、ヨーロッパ最長の独裁体制とされたエスタドノボを築いた独裁者となった。ポルトガルの北部ビゼウ県サンタ・コンバダンの小地主の家に生まれた。姉が4人をおり、抜子であったが、唯一の男子だった。当初は聖職者を目指しており、また生涯熱心なカトリック教徒であり、1900年から1907年までの間神学校で学んでいた。しかしながら、当時のリスボンでは、僧侶が多すぎたので、下級製品の部品式の後に、教会登録済みとして現属し、その後は、コインブラ大学で法学を学んだ。1916年に、論文、黄金時代、その本質及び原因により、経済学の学位を取得した。1917年に第一共和制政府から、大臣になるよう依頼を受けるも断り、経済学の博士号を取得し、1918年にコインブラ大学で政治経済学講師から教授に就任して教鞭を取った。政治経済学教授としてのサラザールは教員として人気を集め、その講義には多くの学生が集まった。反カトリック的な共和政府に対しては不満を抱いており、カトリック擁護の意見を新聞に書いたり、教会の権利と利益を訴えたりしていた。この時期にサラザールは20世紀初頭にフランスで勃興した王党派極右団体であるアクションフランセーズの影響を受けている。1917年から1918年のシドニオ・パイスの独裁期には大臣への就任を要請されたが辞退した。政界に進出するのはその数年後で保守的なカトリック中央党から出馬して議員となるも一期で辞めてしまった。マヌエル・ゴメス・ダ・コスタが率いた1926年5月28日クーデターの後、ジョゼ・メンデス・カベサダスの政権に加わるもすぐに辞職。政府の混乱と社会の無秩序のため、十分な仕事ができないためと説明した。アントニオ・オスカル・カルモナが大統領となり、政情が固められると、1928年にカルモナの要請に応じて財務大臣に就任し、緊縮財政。デフレ政策を断行して、危機的財政の立て直しを行った。この時の手腕が評価されたことにより、政治家としての地方を固めた。サラザールは、世界恐慌の危機の下で1932年に首相に昇格。第二次世界大戦が始まり、多忙となった1940年まで財務大臣を兼任した。サラザールの権力掌握がうまくいったのは財政を立て直したという実績と、カルモナ大統領の強力な支持、そして鋭い政治センスを持っていたからである。独裁体制は、右派の連合体で構成されたが、サラザールは穏健派を登用し、過激派勢力に対しては、検閲や抑圧政策を取った。サラザールは熱心なカトリック信者であり、もともと政治に関わりを持ち始めたのも、教会派として新聞に記事を書き始めたのが、始まりであったが、政教分離は維持し、親しくしつつも、教会とは距離を置いていた。しかし、それでも教会は、サラザールの最も忠実な支持層であり続けた。初期の政権にとって、最も危険な敵対勢力となったのは抑圧された、右派過激派であった。彼らはいくつかのクーデター未遂を起こしたが、その度に容易に鎮圧された。統一した組織を持っていなかったためである。サラザールは、地主層や、商工業者の支持を得て、また亡命中の王族を含む王党派の支持も取り付けていた。亡命していたマヌエル2世が没した時は国葬を行っている。社会改革者として一部左派にまで支持層を広げる一方、全くの敵対勢力は秘密警察を利用して排除した。1933年には新憲法を制定して、神、祖国、そして家族をスローガンに、エスタドノボの成立を宣言、長期にわたるファシズム独裁体制を敷いた。アントニオ・サラザール詳細は、エスタドノボを参照サラザールの権威主義体制は、エスタドノボ、いわゆる新国家体制と呼ばれる。サラザールの政権の基礎は、社会の安定であった。社会の安定が、財政の安定、そして成長をもたらすとしたのである。第一共和世紀の混乱を目の当たりにした国民に、とっては目覚ましい進歩と受け止められた。この頃サラザールへの支持率は最高潮に達し、このポルトガルの変革はサラザールの教訓という政府方針の下行われた。教育、特に高等教育は重視されず、投資は少なかったが、初等教育はすべての国民に与えられており、教育インフラにはしっかりと投資が行われ、多くの学校が作られた。今日でもエスタドノボ体制下に作られた学校が多く活動しているが、体制下でのポルトガルの識字率は西欧最低レベルとなった。1933年にドイツとイタリアから顧問を招聘し、国家防衛警察と称する秘密警察を創設した。共産主義者、社会主義者、自由主義者、フリーメイソン、サラザールの個人的な性的勢力に対する手段としては、このゲシュタポを模して組織されたピデが用いられ、ポルトガル軍団と共に、反体制派への弾圧に猛威を振るった。この秘密警察は当初国家防衛秘密警察ペイダと呼ばれ、1945年以降は秘密警察ピデとなった。人民独裁を基礎とする新国家を標榜したエスタドノボ体制下では1822年から1926年まで続いた議会制民主主義は敵視され、既存の労働組合が解体された後、ポルトガル国民は農業、漁業、商工業、運輸業などの職能組合に組織され、工業が未発達の農村的国家を教会と伝統的な身分制中間層が支配するコルポラティズム体制が建設された。サラザールの支持基盤はカトリック教会、軍部、銀行家、大地主であった。また、サラザールは無政府主義政党を禁止した。サラザールの率いる国家連合党は体制のために存在する政党で、体制のイデオロギー以外が差し挟まれる余地はなかった。1936年1月にサラザールはそれまでの首相、財相に加え、外相、陸軍相、海軍相のポストを兼任し、体制を確立した。同年勃発した隣国のスペイン内戦では、ホセ・サンフルホ将軍の共和国への反乱を支援して2万人の義勇軍を派遣した。また、フランシスコ・フランコ将軍率いる反乱軍に武器を援助し、1939年にフランコ体制下のスペインと友好不可侵条約を締結して友好を深め、フランコはサラザールのことを私が知っている、最も尊敬に値する、最も完璧な政治家はサラザールだ。おそらく彼の唯一の欠点はその慎み深さだと評した。1940年にはローマ教皇庁と正教協定を結んだ。サラザールの政治哲学はカトリックの教義に基づいており、経済政策もカトリックに影響を受けているようである。また、同時代の政治指導者ではヒトラーやムッソリーニよりもオーストリアのエンゲルベルト・ドルフース政権に似通っているとも評される。第二次世界大戦では中立を宣言した。枢軸国の側に立てば、ポルトガルの植民地はイギリスの攻撃を受けることとなるし、連合国側に立てば、ポルトガル本土が危険にさらされるという判断からだった。ドイツはポルトガルを攻める計画を立てていたが、実行はされなかった。タングステンなどの資源は連合国と枢軸国双方に輸出を続けた。連合国の勢いが増すと1943年からアゾレス諸島のテルセーラ島を基地として提供するなどした。ポルトガルは大戦中にはヨーロッパからアメリカへの最後の脱出口となり、多くの亡命者の避難所となった。詳細はポルトガルの植民地戦争を参照1945年の時点で、ポルトガルはアンゴラ、ギニア、モザンビーク、カーボベルデ、サントメプリンシペ、インド、マカオ、ティモールなどの広大な植民地を領有するポルトガル海上帝国を築き上げていた。サラザールの基本方針はこれらの植民地と海上帝国の栄光を維持することであり、1951年には第二次世界大戦後の高まる脱植民地化の波に対応するために植民地を海外州と呼び換えて新興の第三世界諸国からの植民地支配への非難を回避しようとした。サラザールの反共主義もあって、西側諸国は1949年に北大西洋条約機構、1955年には国際連合、1960年にはヨーロッパ自由貿易連合への加盟をポルトガルに認め、東西冷戦構造下でエスタド・ノボ体制は世界大戦後も存続した。NATO 現加盟国中唯一の非民主主義国であった。ポルトガルは大戦中は中立国だったが、大戦期の連合国への協力が考慮された結果、マーシャルプランによる援助の申し出を受けた。こうして生き延びたサラザール体制に対抗するために、1949年には元アンゴラ総督のノルトン・デ・マトスが、1958年には共産党以外の野党勢力の統一候補となったウンベルト・デルガード将軍がそれぞれ大統領選に出馬したが、いずれも敗北している。しかし、アフリカの都市こと1960年に、それまで植民地だったアフリカ諸国が新たな国民国家として一斉に独立し、加えてアジアやラテンアメリカ諸国がその民族解放の歩みを始めると、もはや歴史の歯車をそれ以上押しとどめることはできなかった。1961年1月22日にエンリケ・ガルバン率いるイベリア解放革命運動がサンタマリア号乗っ取り事件を引き起こしたことをきっかけに、非合法的な反体制闘争が火蓋を切り、国内では労働者と学生の反体制運動が激化し、植民地でも1961年2月4日にアンゴラ人民解放運動が植民地の首都ルワンダで蜂起し、アンゴラ独立戦争が始まった。同年12月には独立したインド政府がポルトガル領のゴア、ダマン、ディーウに武力侵攻し、1962年にはギニアカーボベルデ独立アフリカ島によってギニアビサウ独立戦争が、1964年にはモザンビーク解放戦線によってモザンビーク独立戦争が始まった。1966年にはマカオで史上最大の暴動である 12.3 事件が起きた際に軍事恫喝してきた中華人民共和国の要求をサラザールは全面的に受け入れて、マカオは事実上中国の影響下に入り、マカオの王、マカオの影の総督と呼ばれた有力実業家のラニ・ケンは、ポルトガル政府と友好的な関係を持ったことから、当時のアフリカのポルトガル植民地とは対照的に政情は安定することとなった。ポルトガルの植民地戦争はポルトガルにとって大きな負担となり、1971年には、国家予算中の軍事費は 45.9% に達していた。この植民地政策はカーネーション革命の端緒となったのであり、ポルトガルは西ヨーロッパの最貧国となった。こうしてエスタド・ノボ体制は戦後も長期にわたって継続したが、1968年8月3日にリスボン郊外のカスカイスにあるサントアントニオ・ダ・バーラ城塞で静養中だった。サラザールは愛用の椅子が壊れ頭部を強打し、9月16日に意識不明の重体となった。2ヶ月の時を置いて意識を取り戻したが、その頃には政権が後継のマルセロ・カエターノ首相の手に移っていた。だが、側近や身の回りの人間たちはサラザールにショックを与えないため、その執務室を病態に陥る以前と同じ状態に保全したのみならず、当時のポルトガルの動乱のことなどは一切記載されない偽の新聞を読ませ、サラザールが権力を喪失した落胆に見舞われないよう配慮した。サラザールはこの執務室でもはや何の影響力も効力のない命令書を書き、偽の新聞を読んで晩年を過ごした。そしてサラザールは1970年7月27日にポルトガルが混乱状態にあることを知らないまま、息を引き取った。サラザールの死後もエスタド・ノボ体制とポルトガル植民地帝国は維持されたが、ポルトガル軍の大尉たちが次第に体制への不満を募らせた結果、1974年4月25日のカーネーション革命によって打倒された。サラザールの私生活は謎に包まれていた。孤独を好み蘇生の知れぬ二人の少女と暮らし、フランスの女性ジャーナリストが愛人だったという噂もある。後のフィクション、ハリー・ポッターシリーズの登場人物、サラザール、スリザリンのモデルであると原作者の J.K. ローリングは語っている。ありがとうございます。